今週で言うと、あれか、熊田曜子さんか、DV つながりで行くとね、まあちょっと証言がね、お互いにこう食い違ってますから、この件に関してはちょっとまあどうなんですかね。よくまあでも録音してるなっていうのが僕の感想ですね。夫婦間でお互いともどっちも録音してるわけですからね。もうそうなったらおしまいだと思うんですよね。だって夫婦間でお互いになんかそれぞれが録音をし始めた時ってもう証拠を取ろうとしてるわけですから、もう崩壊だもんな。もう本当悲しくなるよ。神様の前で一生の愛を誓い合った人がいつの間にかレコーダーのレックボタンに手をかけて、相手が何か言ったらそれを録音して裁判で提出しようとかっていうことにお互いがなってるっていうことが僕はちょっと信じられないし、そうならないようにしたいなと思いますね。こじれたとしても会話を録音するとかはしないな。まあそれはもう各家庭のことなんで、僕が首を突っ込むことではないんですけどね、まあ、ニュースになってるんで触れてみました。まだ裁判はね、決着ついてないみたいですから。まあ、娘たちですよね。娘さんたちが、本当早くパパとママとの争いが。だって、信じられなくない？やっぱり自分のパパとママが裁判で争ってお互いに意見が食い違ってるっていうのを子供として見なきゃいけない。で、大きくなった後もこれを何かで知る。ってことになるので、本当どちらが勝っても負けても裁判がどうなろうが、二人の子供には変わりないので、全力で愛情を注いであげてほしいなと思います。今までこんな生き方をしてきた僕がこんなこと言っても説得力ないでしょうが、本当に今日私は家族4人で手をつないで歩いた時に、この瞬間がずっと続けばいいのになと思ったぐらいなので、本当に穏やかな日々が戻ってくることを祈っております。